回は夜の行為での男性の神行動トップ5試されたらね、絶対にねもう沼っちゃうの分かってるんですよ、自分でも。なので本当にその子のことが大好きとか、付き合ってない段階でやったとしても、後々はこの子と真剣にねお付き合いしたいなって思ってる子にだけしてください。もうささやかれるともう尊いったらもう耳がねもう妊娠する。ねえ、そんなん言われたら絶対好きになっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、サキッチョナースタキです。今回は夜の行為での男性の神行動トップ5というのをねお話ししていきたいと思います。今お相手がいる方も、まだね相手がいない方もぜひ予備知識としてね頭に入れていただけたらなと思います。最初に言っておきたいんですけど、もうこの今から話す5つのことされたらもう絶対好きになっちゃうので、本気で好きな人以外にはやっちゃダメだよ。遊びの相手とか曖昧な関係の人にやっちゃうと、なんかやっぱりハマっちゃって女の子がねかわいそうだから、もうそれはね本当にやらないようにお願いします。はい、ということでこれから本題に入るんですが、ぜひその前に右下のチャンネル登録ボタンをポチッと一回お願いします。では早速、夜の男性の神行動の一つ目は、耳元で何かささやく。シチュエーションとしては、例えばこう始まる前とかにこうキスをするじゃないですか。でその時に距離が近くなってキスをして、で一旦ちょっと一呼吸置いてっていう時に、何かこう一言で耳元でこう可愛いねとかもうささやかれると、もう尊いってなるんですよね。女性はその体の作り上、男性よりも聴覚がね優れているっていう風に言われていて、例えばこう相手の声のトーンとか、そういうタイミングとかをねすごい察知しやすいっていう風に言われてるんですよね。そうなるとさ、そんな普通に喋ってても相手の声のトーンとか気になるのに、そんな耳元でなんかこうイケボとかでさつぶやかれたら、もう耳がねもう妊娠する。しかもこう耳って脳に近いから、こうすぐねこう伝達がねしやすいのかなって私は思ってて、なんでなんかこう耳元でねささやかれるっていうのはもう本当に悪魔的テクニックだと思ってます。二つ目は、いっぱいキスをしてくれる。これどうですか？行為に夢中になってキスやギューってするのを忘れてる人いませんか？行為中のキスやハグっていうのはすごく大切なんですよね。テクニック云々言う前にまずはこれっていう感じです。女の子はその行為に対して愛情を求めている人が多いので、ただ腰を振ってるだけ、そんなの絶対に嫌ですよ。そういう人を見ると、あーこの人してんなってなっちゃうんですよね、まあ、なのでそういうキスとかハグをしっかりこう忘れずにやることで、こう愛情をね感じたりとか、それで情が移ったりっていうことはあると思います。では3つ目は、褒めてくれる。恋の時ってさ、もう何もかもさ全部晒してるわけじゃないですか。もう自分の体型とかもだし、コンプレックスとかももう全部、それを相手に見せた時に相手の反応っていうのがすごくね気になるんですよ。あ、もしこうやって思われてたらどうしようとか、あちょっとこう太ってるのがね気になったりとか、胸がないなとか、こういろいろコンプレックスそれぞれあると思うんですけど、なんかそういうのを見て相手がどう思ってるのかなって、もうその不安がすごい頭をねずっとぐるぐるしてる状態なんですよね。あとその場合によってはこうすっぴんとかになってする時もあるじゃないですか。で、あの朝の自分のすっぴん、もう想像しただけでも本当に萎えるんですよね。けどね、それを見て可愛いって言ってくれる人、あなたは神ですかってなるんですよ。ねえ、そんなん言われたら絶対好きになっちゃうよ。では4つ目は、ちゃんと目を見てくれる。アイコンタクトがきちんと取れていると、あ、ちゃんと私に向かい合ってくれてるっていう風に女の子は感じるんですよね。逆に最中に全然目を見てくれないとか、もう目をつぶってずっともう自蔵状態ですよね。もうそういう状態の方を見ると、あ、この人って別世界に行ってるなって思っちゃって、こう2人でいるんだけどでもなんか寂しいっていうね、なんかそういう虚しさみたいなのをどうしても感じてしまいます。まあ、なのでどんな時も見てほしい。なんかこう見られるのって恥ずかしいとは一応言うんですけど、でもその恥ずかしさって嫌な恥ずかしさじゃなくて、いい恥ずかしさなんですよね。それも興奮をする一種の要因だと思っているので、まあ、ぜひね、そういうちゃんと相手の方と目を合わせてするっていうのはすごい大事だなって思います。では最後5つ目は、声かけをしてくれる。最中にずっと無言だと
すごく悲しくないですか。私はその行為自体をコミュニケーションだって思ってるんですよね。何も言わずにお互いなんかこう体を動かしてるだけだったら、なんかそれってなんかスポーツ的じゃないですか。なんでなんかそういうのあんまりちょっと虚しいなって思っていて、でせっかく2人でやっているわけなので、やっぱり何らかの言葉欲しいですよね。逆に言葉がないと、あれなんか私やらかしたって不安になるんですよ。まあ、でも声かけって実際何を言ったらいいのかわからないっていう方多いと思うんですけど、これ至ってシンプルです。自分の思ってることを言えばいいだけ。まあ、例えば気持ちいいとか可愛いと思ったら可愛いって言うし、まあ、何でもいいんですよ。まあ、言う人いないと思うんですけど、こう相手のね体型をディスったりとか、ちょっとこうディスったつもりはないけど、でも相手が気にするようなことを言ってしまったりとかだけは絶対にやめておいた方がいいなって思います。まあ、なのでそのポジティブな発言をその時にはいろいろねしたら相手も盛り上がるし、まあ、自分もねそういう気持ちも高まるんじゃないかなと思います。あと最後行く時に行っていいって聞くの、あれ本当に可愛いってなるんですよね。あれはねもうはい行ってくださいってなる。もうあのね言葉、あれはね本当にね必殺技だと思いますよ。なんかねちゃんと2人でやってる感がある。勝手にね行ったら、え終わったのって、まあ、なので皆さんそう恥ずかしがらずに自分の思っていることとか感じたようにね相手に声かけをぜひしてほしいなと思います。はい、ということで今回は夜の男性の神行動トップ5というのをねお話ししたんですが、もうこれはねどれもねもうナンバーワン、もう好き、もうどれも好き。これされたらね絶対にねもう沼っちゃうの分かってるんですよ自分でも。なので冒頭でも言ったんですけど、本当にその子のことが大好きとか、そのまだその付き合ってない段階でやったとしても、でも後々はこの子と真剣にねお付き合いしたいなって思ってる子にだけしてください。じゃないとその曖昧な関係のままにこんなね悪魔的行動してしまうと女の子メンヘラになっちゃうからね。私もなっちゃいますなのでそれだけは控えてほしいなと思います。で今回の動画がもし参考になったとか面白かったと思ってくださった方は、ぜひグッドボタン&チャンネル登録の方よろしくお願いします。また Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。では今回の動画はここまで、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。